はい。おはようございます。沖縄おばばでございます。はい。このね、パナタのこの寝顔、先ほどまで暴れてたんですけどね。はい。皆さんどうもおはようございます。沖縄おばばでございます。はい。今日はね、えー、那覇島ーまー、あの天気でございます。ちょっと曇りっぽい晴れですね。はい。曇りっぽい晴れでございます。えー、今日の最高気温はまあ24度、5度ぐらいまで上がるとい いうことなんですけど、今日はちょっとね、えー、外をちょっと銀行に用足しに行かなきゃいけないんで、長袖を着ております。えー、皆さんね、本当に CA の対策も必要なんで、えー、ここら辺、あのー、気合を入れて頑張って参りましょうよ、ということでございますね。はい、えー、まあ今日のニュースからなんですけど、まあ、あれなニュースが多いですね。はい。 あれです。はい。えーまあ、お気の毒になってしまいました。本当にお気の毒なことにね。なんか、横浜アリーナの、えー、会場で、イベント会場でね、なんか、女の方が、えー、何者かにね、ぐさっとされてしまったっていうニュースが入っています。はい。えー、これ、知り合いなのか、それともね、全く見ず知らない人の、 見ず知らずの方の、なんかあ、犯行なのか全くわかってないんですけど、えー、本当にね、この、人混みですね。はい。何があるかわかりません、人混み。はい。えー、まあ,あ、本当にね、頭のネジがね、えー、外れちゃってる人がね、すっごいなんか増えてきてるんで、 えーまあ、何が原因でね、逆恨みされるとかね、えー、どっかでなんかぶち切れてね、こういうことをされてしまうみたいなね、えー、そういったことがあまあないとも限りませんので、まあ人混みには行かない方がいいですね。本当に。まあ今日しょうがないんで、まあ銀行の用事があるんでね、守るに行かないといけないんですけど、 まあ、本当にね、世の中荒れまくってます。毎日ですよね、こういうニュースが入ってくるの。ね、えー、まあ、シャツの人ですねえ。前こんなんなかったですよ、はっきり言って。はい。ちょっと前までこんなことございませんでした。はい。えー、何なんでしょうかこの人心がこの乱れきっているというね、えー、この状態ですね。はい。人の心が乱れきっちゃってます。 えーまあ、よくないですね。これは本当に。はい、えーまあ。考え直さないといけません。日本人一人一人。はい。昔のね、い、え、に、ー、の日本人の心を取り戻しましょうよ。という。はい。そういつも思っております。まあ、自然とともにね、えー、生きてきているね。えーまあ、日本人。はい。えーまあ、自然に優しく。ね。 えー、自分にも他人にも優しくというのがね、まあ本来のあるべき姿なんでしょうけど、これがなくなっちゃってますね。えー、やっぱね生後生、戦後のね、欧米化教育のあれ、あれなんで、成果なんでしょうかね。まああのー、あれですけど、私が尊敬してるね、えー、まあ台湾のね、もう亡くなられてしまった総司教先生は、日本はね、明治維新からおかしくなったと言ってました。 はいそれまで非常にいい国だったってね後の歴史でそういうふうに日本は書き換えるだろうって言ってましたねはい私もその通りだと思いますねはい、まあ、そういうことでございます何が悪いのかはだいたいわかると思いますけどねはいえー、いわゆるね例のね例の人たちにね乗、えーまあ、っ取りが始まったっていうことですね その時から。はい。まあそういうことです。はい。まあ、ちょっと歴史に触れてしまいましたけど。まあ歴史といえばね、今の、今のね、このダードキッシーさんのね、えー、状態でございます。この状態が2008年のね、政権交代の時に告示しているよということを、まあ、野田さんが言ってました。はい。えー、野田さん言ってましたね。 えー、でもね、今ね、残念なことに、残念なことにですよ、この野党があまりにもだらしなさすぎる。はい。まあ、原口さんなんかはね、非常に一生懸命やってくれてるんですけど、野党がちょっとね、もう、なんかね、いまいちこう、いまいちこう、なんていうのかな、説得力がないっていうか、えー、小粒というかね、 えー、大物まあほんとねあのー、変な話なんですけど、えー、まあ宗ちゃんですね宗男ちゃんにでもね総理になってもらえればいいんじゃないんでしょうかねもうそしたらエネルギー問題もなん何もね、えー、解決するんじゃないんでしょうかねまあまあ一説によるとねまあ話によるとまあ和水さんも あっち側だからっていう話はありますけどね。はい、まあとりあえず言っときます。そういう話も出ているということで、はい。えー、真実は分かりませんからね。我々みたいなものには。はい。まあそういうことでございます。あとですね。えー、なんというかね、昨日、あの、悲惨バージョンを、はい。えー、なんていうのかな。世の中の悲惨なニュースを悲惨バージョンで言ってみたんですけど、はい。 えー、これがね、たまに出てくるんですよ。こっちの方がいいっていう方が2、3人いらっしゃって、たまにやってくれっていうあのリクエストがあったんで。 えー、まあ、あ、その時は分かるように書きますね。悲惨パージョンとかって書きますから、<laughs> はい。えー、まあ、世界の悲惨ニュースをいつも伝えてるんですけど、はい。えー、楽しそうに言うな、言うなっていうふうなね、えー、まあ、あ、お声をもらったんで、悲惨な声で言ってみたんですけど、昨日。<laughs> でたまにね、えー、悲惨な声もたまにやってくださいっていうのが2人ぐらいいましたね。はい。なので、たまにやろうかと思います。<laughs> <laughs> はいえー、まあでもね何が起こっても、はい、地震が来ようとね台風が来ようと、はい親父が来ようとね、はい、富士山どっかんしようと我々ねいつも笑いながらね、えー「何のこっちゃなーい」って言ってね、はい、前向きに突き進んでいく、はいえー、これですね。はい、これなななんんでですよ、はいえー、なんでね、ま、なんていうのかな ああ、もうね、何かあったからって言って、まあ、がっかりしてね、下向きではね、世の中回っていけませんからね。はい。でもって、自分に対してもね、それは良くないと思いますよ。はい。やっぱりね、いつも七転び、青きでね、 はい。七転び青きで立ち上がってね、頭を使、使いながら、はい。ここが肝ですね。頭を使いながらね、えー、このご時世に対処していく。これがいいんじゃないんでしょうか。はい。私は心からそう思っております。はい。朝から一発ぶ、ぶっちゃけちゃいました。<laughs> はい。まあそんなこんなでね。えー、それでは皆さん今日もね、一日よろしくお願いいたします。えー、沖縄おばばでした。 しかし本当にね、えー、危なくなってきてるんで皆さんあのー、人混みには注意しましょう。それでは。